オールボー BK は、デンマークの北部、北ユーラン地域の都市オールボーを本拠地とするスポーツクラブである。アブと略される。日本語では、アールボリ、アールボリ BK と表記されることもある。クラブは1885年5月13日に、イギリス人の鉄道技師たちによって、オールボーグクリケットクラブとして設立された。その後、1889年にオールボーグ、 ボールドブクラブへ1906年にオールボング、ボールドスピルクラブ AF1885 へと名称変更された。過去にはクリケットやテニス部門もあったが、現在存在しているのはサッカー、アイスホッケー、ハンドボール、バスケットボールの各部門である。これらの4チームはいずれも国内トップリーグに参加している。サッカー部門は1902年に設立された。 リーグタイトルは3度でブレンビーフや FC コペンハーゲンの後陣を敗するが近年急成長しているクラブである。2007から08シーズンの UEFA カップでは1回戦でサンプドリアを下し、欧州カップ戦でイタリアのクラブを破った初のデンマークのクラブとなった。2008から09シーズンは欧州チャンピオンズリーグの予選2回戦から勝ち進み、本戦に出場した。 セルティックからはホームでの勝利を含む勝ち点4を獲得した。最終節にはオールドトラッフォードでマンチェスターユナイテッドに引き分けるなど CL 開幕前に比べて大きく評価を上げた。ビジャレアル CF に次いで3位に入り UEFA カップ出場権を獲得した。1995から96シーズンの CL 予選でオールボーはディナモキエフと対戦して敗退した。 ところが本戦でディナモ・キエフの審判買収事件が発覚。大会から追放されたディナモ・キエフの代わりにオールボーが出場することになった。慌ただしく試合に臨んだオールボーは6試合勝ち点4の再開で初の CL を終えた。なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。